パースクワット、バーティカルジャンプ&ストップっていうショートバウンディングという種目です。止まる、ピタッと。走りの学校、泳ぎエッジです。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。今日はスタートダッシュが速くなる動画です。ありがとうございます。まあ短距離といえば、うん、和田さんの一番専門としている分野ではないですか。その中で今日は短距離を速くするためのトレーニングをですね、皆さんにぜひご紹介いただきたいなと思います。あのね、短距離ってね、はい、すごいね、奥深いんですよ、はいはい、短い距離だからこそみんな結局ね、がむしゃらで走ろうとする、うん、じゃ具体的にどんな動きができるようになって、どういう練習をすれば速くなるのか、今日はね、お伝えしたいと思います、はい、それでは、今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。まず、走りってね、片足で強い力を地面に加えないといけないんですよ。ずっと片足ですもんね。そう、その安定感をね、鍛えるっていう意味で、まず片足スクワット。ここからつま先を立ち、いける人はベースポジションまで行ってもいいです。2、この時に上半身に力が入っちゃう人っていうのは、走ってる時も上半身に力入っちゃいます。力んだ走り方になる。そうそうそう、ここでしっかりと地面に伝えるよ、力をここで伝えるよ。これつま先きつい場合はどうしたらいいですか。ああ、それもね、足首とかでもいいです。ただ、つま先きついのはちょっと柔軟性ないの。膝曲げてもいいんだよ。スクワットだから膝曲げていいんです。そう、これ力入りましたね。反対もいきましょう。柔軟性、うん、ここからしっかり。で、これ体幹力いただいてね、股関節来ないから。よく走った時にさ、お尻周り力、疲労来ないですって方は、体幹が安定してない可能性すごい高い。筋肉痛でその人の走りが分かるんですか。分かります。これ1種目目、2種目目はね、バーティカルジャンプ&ストップっていうんだけど、バーティカルってことは上方向ですかね。上方向にジャンプして止まる、止まるんだけど、今日はね、止まることを重視していただきたい。ああ、飛びよりも止まる。止まる、なんでかというと、走りってこの瞬間一瞬に力を加えないといけないでしょ。はい、行ったらね、こういう動きなんですよ。こんな時間ないんです実際は。本当に短い時間なんですよ。ジャンプして止まる方が大事。ジャンプして高く飛べば飛ぶほど止まるの難しくなります。その通りです。じゃあ止まれることを基準にどこまで高くいけるか。そうだね、っていうことか。なるほど。上半身がぐにゃっとなっちゃいけない。だからね、ピタッと。これ何回ぐらいですか。5回ぐらいで。5回ぐらいで、この時の姿勢はしっかりとここね、まっすぐ。スタートの時はね、このドン、引かれる姿勢から、まずは低くていいから、低くていいから止まる練習。この時にグーって動かない。フッ、ピタッ。次はショートバウンディングという種目です。これショートバウンディングって何かというと、短い距離でバウンディングしてくださいということなんです。で、短い距離っていうよりかは、あのね、接地、走った時の地面につく感じでそのまま弾む。走る時ってこういう感じだ。ドーン、ドーン、ドーン、くらいでしょ。これをここで こういう感じ。本当に短いバウンディング。短くて最初は本当に短い方がいい。力、ドーン。これがこうなんだ。できたら徐々にそれを走りにつなげていくので、今度横から行きましょう。さっきの自分のバウンディング、なんでこれやってるかというとね、走るっていうのは一歩一歩すごく短い跳躍の連続であるっていう認識を持ってしていきたい。ダメだな、こういう感じ。跳躍じゃなくて、よーいと、押して書いて走っちゃう。この先に速さはないんです。待ってるのは怪我。一歩一歩短い跳躍の連続であるっていう意識を持つために、まずはゆっくりの
ところから行っていく。ちょっとずつ今度はピッチ上げていく。で今度は今の短い跳躍の連続の中でピッチを速くしていく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあいかがでしたでしょうか。スタートラッシュを速くするための動画をお送りさせていただきました。ここに関してはすごいあれじゃないですかね、あの思いが詰まってるというか、うん、ビーチフラックス まさに、ね、この距離だからね。この距離にいては全練習のメニューを組んでるわけじゃないですか。そうですね。そんな和田さんが今スタートダッシュのトレーニングで大事にしてることって何ですか。まずはね、でも本当今日の動画もそうなんだけど、一歩一歩が跳躍の連続であるということを認識することですね。これすごい大事です、うん、これがまず1個目で、2個目は跳躍の連続なんだけどピッチを落とさないこと。あ、跳躍を考えるとピッチが落ちちゃう。そう、ポーンポーンってなるじゃん。はいはいはい、確かに。すごい短い跳躍をできるだけ速くしてるってことなんですよ。その意識を持つこと非常に大事です。これが一番短距離というか短い距離を速く走るための一つの大きなテクニックというか、もう大事てかもうほぼそれだよね。そのためにどうするかっていう、そのためにベースポジションやったりさ、はいはい、肩スクワットやったり、反発のトレーニングしたり。多くの方はまず跳躍の連続じゃないんです。引っかく動きなんです、うん、その動きの先に速さってのはないんです。まずは跳躍していく、そしてそれを速いピッチで回していく。この二軸が大事。引っかく動作だともう限界が出てきちゃうんですよね。出てきます。絶対足が流れるんで、体と足が距離が離れるんで、スピードが出れば出るほど、はい、そしたらもう足の長さ以上は速くなれない。速くなれないですよね。ちなみにこの練習ってどのぐらいの頻度で行えばいいんですか。これ逆に言うと毎回なんですか。あー、でも癖づけで言ったら毎回やってもいいかもしれない。ただ結構負荷がかかるんで、週にまずは2回ぐらいから進めていただけるといいですね。なるほど。いやでも本当アップに取り入れるだけでも全然意識が変わってくるかなって思ったんで。結構ね、僕たちが伺わせていただいてる野球チーム、サッカーチーム、ラグビーチーム、団体指導はこの意識でやっていくといい足になるケースが非常に多いです。へー、実績としてもちゃんとあるんですね。うん、中京大中京さんもそうだし、千葉高校さんもそうだし、サッカーの強豪さんもそうだし、どうやったらいいかなっていろいろアプローチ探すんですけど、あ、これ一番当てはまるなっていうのはこのアプローチ、うん、非常に多いですね。多分誰でも真似できる、うん、内容だと思いますので、ぜひ皆さんも真似してみてください。お願いします、はい、それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。